こんにちは、山田幸子です。この動画では誰でも簡単に猫のイラストを描くことができる、そんな方法をご紹介しています。私は大の猫好きで、Twitter や Instagram で毎日猫のイラストを更新しています。イラストのオーダーも受けたまわっておりますので、気になった方はぜひ動画の説明欄チェックしてみてください。前回の猫ちゃんのお手で前足の描き方に引き続きですね、後ろ足の描き方を取り上げていきます。猫ちゃんの前足と後ろ足って結構違いがあるんですね。なので2回に分けてご紹介しています。猫ちゃんの体の仕組みを知っておくと絵を描くときに役に立つこともありますので、ぜひ描くときの参考になさってみてください。それではね、早速行ってみましょう。それでは描くための道具のご紹介していきます。紙はいつものごとくビフアールの水彩紙を使っていきます。今回特に水彩絵の具で塗っていくということはしないので、普通のスケッチブックでも大丈夫です。描くための道具はこちら、鉛筆ステッドラーの 2B を使っていきます。シャープペンシル、あとはペンとかでも大丈夫です。それから消すための道具、イケンの練りゴム使っていきます。硬いプラスチックタイプの消しゴムでも構いません。ペンで描いている人は練りゴムで消すことができないので注意してください。まず猫ちゃんの後ろ足がどんな構造になっているのかというのを描いていきたいと思います。ちょっと説明のためにいつもよりはリアルな感じで描きます。猫ちゃんの体の後ろの部分のみ描きました。まずお尻の骨がこんな風にありまして、ここから足の骨がちょっと分かりやすいようにします。で、この部分が人間でいう膝に当たりますね。外側から見ると足の付け根のように見えるんですけれども、実はここが膝なんですね。で、そこからまた骨があって、ここがね、かかとになります。つまりここから下がね、足ということなんですね。はい、そしてこの先の部分がつま先ということになります。実は猫ちゃんは常につま先立ちしていたということなんですね。わかりやすく比較するために人の足と比べてみます。はい、人の足で言うとですね、これをまたちょっと大雑把に描きますけれども、ここ膝なんですね。そしてかかと、このかかとから下が足の甲になりますね。猫ちゃんの場合は足の甲がね、人と比べるととても長いです。そしてこの部分、人でいうつま先の部分で猫ちゃんは立っているんですね。立っている時いつもつま先立ちしていてちょっと大変そうですけれども、お座りする時は長い足の甲すべて地面にペタッとつきます。それでは猫ちゃんのね、足がどんな風になっているのか、後ろ足の内側、肉球の部分について描いていきます。前足、手の時と比べて猫ちゃんの後ろ足は細長くなっています。はい、肉球がありまして、前足の場合にはあった手根球がありません。そしてね、お気づきになった方もいると思うんですけれども、後ろ足の指の数4本なんですね。前足は5本でしたけれども、後ろ足の指は4本です。そして前足と比べてとても長いですね。先ほどの図で示したこの部分がこうなっています。そして先ほどちらっとお話ししましたが、立っている時と座っている時と後ろ足のつき方ですね、解説していきます。まず座っている時の状態の猫ちゃんは、はい、座っている時は長い足の甲がすべて地面にくっついています。その一方で立って歩いている時の猫ちゃんは、
立っているとき、歩いているときの猫ちゃんの足は、このつま先の部分ですね、ポコッと膨らんだクリームパンの部分だけが地面についています。これは実は前足にも言えることなんですね。こんな感じで今回は前回の前足に引き続き、猫ちゃんの後ろ足の簡単な構造、そして描き方についてご紹介してきました。まとめていきますと、猫ちゃんは足の甲がですね、人と比べると長くて大きいです。それから前足の場合、指は5本でした。後ろ足の指は4本のみとなっています。前足の時にあった老僧や手根球といったものはなく、小球や子球のみとなっています。そして後ろ足の最大の特徴は、座っている時に足の甲が全て地面にペタッとつくということと、立っている時、歩いている時はつま先の部分のみ地面についているということですね。こういった細かい部分を知っておくと、説得力のある猫ちゃんのイラストを描くことができると思います。今回の動画いいなと思ったら、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。